はいどうもこんにちは、岩佐スティーブンです。さあ新しいジョー太郎がやってきました。こちらジョジョの奇妙な冒険第6部ストーンオーシャンより肖像稼働空城ジョー太郎、今回はこちらの紹介です。箱の方は標準的なものと比べたらデッカめですね。本体というより付属品の関係かな。とりあえずそんなビッグサイズのパッケージ、3部4部5部を飛ばして6部、6部バージョンのジョー太郎が登場。正面透明の窓が開いていて、金の箱をして空城ジョー太郎、ジョー太郎空城。やっぱり特段本体がでっかいってわけじゃないんだね。箱の横の方にはいつも通りかっこいい立つポーズで、裏の方にはいろんなポーズが取れるよっていうのと、付属品もたくさん入っています。今回のデカ箱の原因これだろうね。よし、それじゃこちら中身を見ていきましょう。ジョー太郎、上段部分のスペースの使い方がなんかすごい贅沢。本体手首に顔の差し替え、そして下段の方にスタープラチナの腕関係、腕と一緒にアームが多いね。アームが多めだけど、とりあえずもう説明しよう。3本支柱で台座の方ももう全部穴、上下でセパレートできるけど全部に3個ずつ穴が開いています。で説明書の方は可動箇所だったりスタープラチナのエフェクトの使い方、手首をポケットの中にインできます。で、エフェクトに関してはスタープラチナの腕が6本入っていて、勢いのエフェクトが2本。スタープラチナの腕の方は紫色。手首の交換はできなくて一体化している。シルバーラインが入っていて、真ん中のところがグレーというか明るめ。肘のあたりにはガンメタのアーマーと巻いてある布。肘から上の方が若干筋肉造形の入っているクリアパーツ。関節がないからかなり一体感があるね。他の部紫スタープラチナだったら使えるかな。スタープラチナ部によっても結構デザイン変わったりするけど。まあ、細かいこと気にしなければ3部とか4部でも使えるわ。で、そんな腕をつける用のクリアパーツ。勢いよくギュンと伸びた形状が3本。ここのところに腕をつけることができます。これで奥の方からパンチが伸びてきたっていう表現。ただこれに関しては3箇所使わないとちょっと違和感あるかな。どう見ても使っていないピンがあるからね。フルセット装着が前提になってるっぽいかな。これをそのまま台座にくっつけてもいいし、1本だけつけるのもよし。アームがたくさんあれば動きは細かく作れそう。そして上段部分を、おら！表情の差し替えが2種類。これ顔はどうだ ?6 部の作画だとこうなるかな。でももうちょっとなんか濃くてもいいかな。口を開けた叫び顔なんだけど、正直目にあんまり本気さは感じないかな。なんだろうね、角度次第か、まあ、眉間にシワが足りなかったりするかな。眉毛の方ももうちょっと角度ついていていいかな。箱裏のサンプルと比べるとどうだろう。目の周り、まつげとかももうちょっと濃くていいかな。6部の落ち着きがある感じにも見えなくはないけどね。叫び顔ともう一個はディスク顔。ホワイトスネークのスタンド能力で顔から2枚のディスクがはみ出ている。ディスクの通り道っぽいところはちゃんと溝になってる。鼻に当たるところがちょっと高めになっていて、柄は書かれていないけどディスクの文字は入っている。上の方も帽子のこの手のマークの指のところ、指の凹凸が縁に出ていますね。がっつりディスクを抜かれている瞬間です。で、あとは手首が246とブローチ。ブローチやペンダントロケットも全部いっとけ。ジョリーに渡したやつで金色でなんか虫みたいな形状、とんがってるところの色合いちょっと変えてるんだ。小さいながら塗り分けとか造形もディモールと細かいね。ちゃんと紐を通すような穴も開いてる。で、手首の方は結構形バラバラだね。指の間を閉じてるパーと、指が曲がってる状態のパー。指差しとこれもまあ指の間が閉じてる状態。そしてポケットに入れる用の手首。ポケット分覗いたら日常使いできるのは少ないね。というわけで付属品は以上なんで、こちら本体を詳しく見ていきましょう。しっかりビニールにくるまれてる。ちょっと一旦失礼しますね、ジョー太郎さん。よー、そんじゃいきます。空城ジョー太郎。いやー、スタイルがいいね、6部ジョー太郎。足がなんかやたらスラッと長い。早くも並べてみるか、3部ジョー太郎。そして4部ジョー太郎。サイズ感がまあ全然違う。3部ジョー太郎に関しては肖像稼働最初期のもんだし。4部もまあ最初の方っちゃ最初の方。調べてみた感じ、2009年と2011年発売。両方とも10年以上前に発売されたフィギュアなんで。そりゃまあサイズ感も変わるような。マジでせめて3部ジョー太郎新しいの作ってくんないかな、あの肖像稼働。ビッグじゃなくてこのスケール感で現代の技術で作ってほしいけどね。話はちょっとそれたけど、今んところ一番新しい空城ジョー太郎。部をまたいではいるんだけど、服装の趣味に関しては相変わらず、どうにも爪襟がついてる学ランっぽい服が好きだね。なおかつロングコートばりに丈が長い。年は重ねてもジョー太郎は未だ健在って感じ。そんなわけでまずはお顔の方。顔の方は叫び顔と比べたら結構いい感じじゃない。並べてみると割と雰囲気は出てる気がする。なんだったら通常顔の方が眉間にちゃんとしわ寄ってるし、
厳しめで寡黙な感じの表情。ただ目の縁というかまつげ関係に関してはやっぱりもうちょっと濃くていいかな。ああ、潜在写真と比べると結構目力が違うね。やっぱりもうちょい濃い方がいいよ。正面から見るとなんか若干目が小さいのかな。ちょっと小さくて目も離れてるような印象。サンプルと比べると濃さが足りないような気がする。厳しそうな表情で瞳はブルー。眉毛の方もなかなかキリッとしています。相変わらず髪の毛と帽子が一体化している。つば付きの帽子をかぶってるっていうのも相変わらず。紫ゴールドグリーン。おでこのど真ん中にグリーンの星。金の装飾だったり相変わらず手のひらマークが入ってる。つばの縁のところがグリーン。人手の研究をしてより星型が好きになったのかな。でぐるっと回って後ろ姿、髪の毛の流れ。毛量に関しても特におかわりなくっていう感じかな。でそんな頭部の角をまず上向くのがグッ。襟は高めだけどなかなか上は見てくれます。首の方もなかなかご立派な感じで。対してうつむく稼働がグッと。うつむきも首ごと動いてなかなか良好。横方向にはグリッと問題なし。襟は高いけど広めだから全然問題ない。お次はボディ部分。学ランっぽい服を着ていて配色もなかなか派手だね。濃いめの紫にパッキリとした黄色。歴代の中で一番色が派手かも。インナーは襟付きのホワイトだけどど真ん中には星。とことんこの形好きだね。縁が黄色い緑星。服のシワなんかも結構控えめかな。胸筋とかなかなか立派な感じあるけど、昔見たく腹筋がバッキバキに浮かび上がるって感じでもない。そして襟からは金のチェーンというか装飾。4部で1回チェーンはなくなったんだけど復活しましたね。しかも形が複雑化している。かまぼこっぽいのだったり丸だったり先端ところが釣り針、 J の字のような釣り針になっています。襟のところには金属の輪っこがついてるんである程度動かすこともできる。そんな広めの襟の方には星型の装飾、スターチップのような立体的な星。逆の襟のこれ見えるかな。内側のところにも隠れスターがあります。こんなところに星あったんだ。今回初めて気がついたわ。で胸部にはゴールドのジッパー。ここら辺も全体的にシワ造形はそんなになんか角張っていないというか、エッジが控えめで柔らかい形状。そして肩の方はジョジョらしく盛り上がっています。腕はまっすぐ上げるとグッと肩が隙間に入り込んでまっすぐ横まで上がります。加えて別パーツになっているところはグリッと固めだけどね、腕の回転に合わせて一緒に動いてくれます。肩は上下にちょっとずらしたり、隙間はないけど前後にちょびっと稼働します。肩と二の腕のところにはないけどちょっとだったらロールもあるかな。そして腕の外側の方はなかなか主張が激しいね。腕の方には白いラインの中に JOJO マジョジョって書いてあります。なおかつちょっとパールがかった塗装。肩から手首までひたすらジョジョで、そんな肘の稼働がぐんぐんと。ここはもうさすが彫像稼働、人間の限界を超えた稼働してくれます。肘パーツちゃんと曲げてもラインがつながるようになってる。腕の方には黄色い、なんかこれバンドを巻いてんのかな。バンドっぽい装飾で、その中にもグリーンの星、筋金入りの星好き。さらに肘の方にもロールの稼働があります。続いてぐるっと後ろ姿、背中にもひときわでっかい星。プリントじゃなくてちゃんと立体的になってる。他のところもそうなんだけど、でっかいとパール加減が目立つね。背中には台座用の穴が開いています。背中の方には割とがっつりシワ造形。そしてだいぶ丈が長いコートの裾のところは左右に分割。腰のところに可動がついていて、ここのところでぐわっと持ち上げたりくるっとひねるような、ひねりに回転に割といろんな動きができます。ひたすら舞い上げることもできるし、裏面の方は艶消しホワイトでシャドウが吹かれてる。ここら辺さすがシワ造形がなかなかいいね。体の横の方から黄色いラインも続いてる。縁の方も途中まで黄色ライン。塗装の方でも濃淡がくっきりしていて立体感がある。で横のところにはポケット用の手首の接続、ここのところに手を突っ込める。そして胴体の可動は胸から上とお腹のあたり。裾が可動するとは言っても腰回りは結構塞がれてるからね。そんな中でまずはのけぞる可動がグッと。ほぼお腹が稼働してはそこそこののけぞり。対してうつむく稼働がグッと。うつむきはなかなか優秀。そして腰回り、お腹のところにはベルトがなんと1本。今まではベルトを2本巻いていたけど、さすがに1本になった。まあでも色の方はなかなか派手で原色よりの黄色。なおかつ端のところをここの縦のところにわざわざ通さないで内側に折り込んで下に垂らしている。この辺ジョータロのこだわりなんだろうね。そしてズボンの柄がだいぶ派手になったね。茶色で多分これヘビ柄だよね。ヘビ柄かつタイトでピチッとしている。布がピッチリしてるから足がスマートに見えるのかな。表面にはヘビの鱗のようなモールドが入っていて、モールドの中に合わせたようにドット状の模様。どうやってるかは知らないけど、ここら辺塗るの大変そう。で腰の可動は引っ張っても特に引き出せない。足を上げるとグッとぴったり水平ぐらいまで上がります。
さらに股割りの可動なんかも結構広いね。隙間見えるけどなかなか良好。わずかながらロールありますね。で、腰の横のところにもポケットがついてるんだけど、こっちも手首がインできるようになっています。ただ逆側に関しては特に接続がなくて、コートの方も右にはあるんだけど左にはない。造形としてのポケットはあるんだけど手は突っ込めない。手を収めるスポットが微妙に違う。で、ももから膝からすねからつま先までひたすらこの模様が続いています。そんな中で膝の可動がぐんぐんと、膝の方も90度を超えてほぼ限界の可動、後ろの方まで抜かりなくヘビ柄で、足首周りの方は若干布がダボっとなっている。これは同じ柄の靴を履いてるってんじゃなくて、靴とズボンが一体化してるんじゃないかな。アニメとかではそんな感じの形状になっていましたね。一応フィギュアの方では分割されてる。そんな足首の可動は上下あんまり動かないね。くるぶしの傾きもほんのちょっとだけ、つま先も少しだけ可動して、最後にイエローの靴底、足の裏の方も滑り止めはないけどしっかりシャドウが吹かれています。というわけで、六部城太郎こと空城城太郎の造形と稼働こんなところなんで、いろいろポーズをつけて遊んでいきましょう。まずはポケットに手を突っ込みながら仁王立ち。接続の武器が決まってるからちょっと脇を締めたりっていうのは難しいね。手首を傾けたり肘のロールを使ってちょっと内側に持ってっています。あと左手の方はズボンポケットなんで、コートをちょっとばかしずらす必要があります。お次はポケットに手を突っ込みながら帽子のつばを触る。帽子を触るポーズも結構上太郎やってる気がする。下から見上げるような角度いいね。いい感じに帽子のつばが影になってる。お次はハンドポケットからの指差し。三部上太郎も僕はこのポーズで飾っています。指差しに関しては左手だけでしたね。正面から見ると帽子で顔が見えない。今回ツバがまっすぐだからね。3部だったり4部の時はツバの方向が若干斜めになっていたんで、正面向いても片目がちょろっと見えていたけど、今回まっすぐだから顎を引きすぎると顔が見えなくなっちゃう。ちょっと頭上げとくか。いいね、これでも十分かっこいいわ。城太郎の指差しのこの角度が好きなんだよね。拳銃を持ってるかのように手首がちょっと下方向に傾いている。この傾きが好きですね。まだまだポケットから手を出しません。ポケットに手突っ込んでゆっくりスタスタ歩いています。クールにコートなんかもバサッとはためかせながらスタスタと歩くだけでもかっこいい。6部になってマッチョ感がなくなったとは言われるけど、それでも胸筋とか体は横から見るとなかなか分厚いね。胸張ったポーズがディモールトに合う。歩きときたらダッシュポーズだけど再び顔が見えない。裾のところをバサバサとはためかせながら走っています。チェーンもこんな風に後ろ方向に固定ができればね、勢いで後ろにたなびいてるみたいな躍動感を生むことができます。顔が見える位置下から覗くとな、結構この段階でも見えないんだ。よっぽど下から覗かないとだね。表情が読めないミステリアスな感じもいいかもしれないけど、お次はジャンプというか、まあ着地に近いかな。裾部分を最大限までブワッと舞い上がらせてるから、上から落ちてきた時の空気抵抗的な、帽子が飛ばないようにつまんでいます。これ横向きにしたらほとんどライダーキックだ。お次はハイキックのポーズだけど、自立はちょっと難しいね。足裏の面積が狭めなんで。ただ足はまあよく上がる上がる。加えてすごいスラッと長いからね、キックが入る長さしてるわ。正面から見てもよし、足がここまで上がってるとどこから見ても大体かっこいいね。ハイキックついでにいっそのことライダーキック、全然使っていなかった叫び顔がよく似合うね。これまた裾のところで風の抵抗表現、ライダーというか上太郎キックもなかなか様になるな。お次はスタープラチナの腕エフェクトを使って軽くオラッと殴る。腕しかないけどスタンドだからこれでも全然あり。ちなみに腕だけで一体化した6部スタープラチナだけど、形状だったら色的に近いのは3部かな。4部プラチナは完全に白グローブなんで、3部だったらなんとか流用できるかなっていう色合い。まあ6部スタープラチナ出してもらうのが一番いいんだけどね。お次は上太郎の顔をオラーと叫び顔にしてパンチ。パンチしてんのはスタープラチナだけど、なんやかんやで叫び顔にするとちゃんと攻撃してる感が出るね。そして腕と勢いのエフェクトを全部使ってラッシュ。叫び顔にしてオラ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 、大量のパンチを叩き込む。あとは叫ばず冷静な顔でラッシュしてもいいよね。容赦なく拳を叩き込むみたいな、そこまで苦戦せずに叩き込んでるってイメージ。物理的にたくさん腕があるとやっぱり臨場感が違うね。あとは七を6本使えばそれぞれに好きな動きが作られます。バランスがまあまあ難しいけど、こっちの方が自由度は高いね。いろんな方向に拳が伸ばせる。あとは色が近いからギリギリ3部の紫スタープラチナに使えるかな。ちょっと形状は違うけどまあ使えるわ。ラッシュの残像だからちょっと色が明るめになってるみたいな、そういうことにしておこう。お次は背後にホワイトスネークが登場。言って遅かったな、空城城太郎、待っていたぞこの時を。ここのところではホワイトスネークが一手遅かったって言ってますけど、最終巻メイドインヘブンをゲットしたプッチ神父は二手遅れたようだなと、さらにしてやったぞっていう感じで一手増えています。そしてドシバーッと攻撃を食らう。
これで上太郎の顔からディスクが出てきてしまう。ちなみに付属品確認の時はちょっと見逃していたんだけど、右目の方にはなんか TAG みたいなホワイトスネークの体に入っている文字が瞳にも映っています。目のデザインまでバッチリ再現。だいぶピンポイントであるけど、このシーンは結構印象に残ってるからね。よくぞこの顔つけてくれたわ。そして空城ジョリーンと並べて親子でツーショット。もちろんちゃんと上太郎の方が背高いね。まあ、ただ195センチと170何センチか、20センチ近くの差はそんなに感じないかな。まあ、あんまりデカすぎると画面に収めづらいからね。せっかくなんで空城親子を組み合わせて表紙再現。三冠のおんぶしてるっていう普通に仲良さそうなやつ。特に台座とかも使わずおんぶはできます。いや、ようやくこれが再現できましたよ。あとは16巻の表紙再現で肩車。意外とこれも普通に安定してできるんだよな。おんぶだったり肩車だったり結構親子のポーズだよね。そして空城親子で拳の叩き込みやすい角度。これに関してはゲームのアイズオブヘブンのなんかコンビ技的なやつ。しかも確か三部城太郎との組み合わせだったかな。それはそうとして親子で共闘なんかもできます。公式ラインもよろしくね。はい、というわけで今回はジョジョの奇妙な冒険第6部ストーンオーシャンより彫像稼働空城城太郎の紹介でしたが、いかがだったでしょうか。 3,4,6 と活躍した城太郎はとりあえず一通り出たかな。一応5部に関しても光一くんとの会話シーンでほんとちょろっと出てるんだけどね。アニメの方では全身の設定画まであるんだけど、とりあえず主要な城太郎は一通り出ましたね。今回の城太郎顔の方が若干薄いかな。3部と4部の濃さと比べたらっていうこともあるかもしれないけど、それでもサンプルと比べても結構薄めだったからね。アイプリンと自分でなんかミリペンとか使って濃いめにしてみようかな。他のところはなかなか良好であったんだけど、まあ人形は顔が命っていうからね。正直もうちょっとどうにかっていうのもあるっちゃあるな。それ以外は塗装だったり造形もなかなかいい感じだし、腕のプリントも綺麗、蛇柄のズボンの方もまあ細かい細かい、塗装によって濃淡なんかも結構はっきりしている。可動面でも10年以上の変化はさすがに感じましたね。左右に分割された長めのコートの裾、昔と比べたら断然柔軟に動きますから、プロポーションだったり全体のバランスもなかなかいいんで、ボディに関しては割と申し分なし。付属品を使えばポケットに手を突っ込めるし、6本のスタープラチナの腕っていう、このエフェクトに関してもだいぶ気に入ったってやつですね。3部4部があるからこれに合った6部プラチナが欲しいね。彫像稼働なかなか新作が出ないからね、もうちょい頻繁に新作が出ると嬉しいですね。またカラーバリエーションというか色違いであるけど、開封順決めるときに普通に忘れちゃっていたブラックバージョンの風語とか、5部のブラックバージョン関係がちょいちょい出てくるんで、その辺もそのうち紹介するんで、またよろしかったらその辺もご覧ください。そういった今後の購入予定のものに関しては概要欄にあるノートの買い物リストから見れますんで、そちらの方も見てみてください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。